テナジーを使ってて、はい、以前テナジーを使った時はすごい綺麗なボールが出るんですけど、逆に自分の特徴が出ないなと思っていて、今 MXP に変えたことによって、まあ、以前より弾みは足りないんですけれども、その分カウンターだとか緩急をつけた回転をかけるボールがすごく出しやすくなって、で周りの方からもすごい以前よりもその回転がかかるようになって、スピードは遅くなったかもしれないんですけど威力が出るようになって言われています。うわ、結構使あの慣れるまで時間かかりました。そうですね、初めは両面使おうと思っていて、であの特徴のラバーとして少し重いというのがあって、両面だとなかなか使いこなすのが難しくて、で片面バックの方を変えたところ、フォアもすごい弾みも良くなった、バックが柔らかいことによってフォアがすごい弾みが良くなった気がしますし、そうですね、初めはちょっとテナジーに比べてやっぱりちょっと特徴が違うラバーなので少し時間かかりましたけど、今は逆にカウンター技術などを磨いて使いこなせるようになっています。なんかその使いこなすね、こういう風に打った方がいいとかそういうのあります？そうですね、前に比べて意識するようになったのが、あまりバックスイングを取らないようにして打つことを意識していて、まあ、特にラリーになった時にあまり僕自体フォアに自信がないんですけれども、まあ、その時に思いっきり振りかぶっちゃうとやっぱりどうしてもラバー負けというか回転負け押されてしまうので、なるべくバックスイングを取らずにその相手のボールも振りに行くんじゃなくて合わせる、相手のボールを利用するという技術がを、はい、磨いています。じゃあもうなんだろう、むしろなんていうかな全部そうですね、自分の球でっていうよりかは少し相手の球に臨機応変に対応しながらという打ち方を、はい、意識しています。じゃあもう綺麗な、全部綺麗なボールとかじゃなくて特徴をつけ、ね、特徴をつけたかったので少し、まあ、下回転打ち、例えば下回転打ちだとしたら少し回転をかけてゆっくりなボールを出したりだとか、パスとゆっくりなボールを出したりだとか、逆に相手に打たれた時にカンカンって速いだけじゃなくて少し緩く返したりだとかっていうのを